皆さんこんにちは、まみです。しのです。みなです。みなです。はい、今日はですね、トークな感じをしていきたいと思う。トークな感じね。そんな女には気をつけろ。イエーイ。もう夏だし、恋がね、バレちゃったりするんじゃない？恋が生まれやすい時期なんですよね。友達と海とかプールに行ったりとかするし、友達じゃなくなっちゃったみたいな。なんか女から見ても。この女やってるわみたいな、はい、まあいろいろあるんですよね。例えばなんか無駄になんか動作が色気づいてる女みたいな、物が落ちた時拾う時に「あっ!」それちょっとお尻のラインを見せながら撮るみたいな、ポージングまで決めてる、ポージングこうやって撮る、わかる？大勢でほら、今はないかもしれないけど飲み会とかの時にめっちゃ定番だけど、カシオレめっちゃ頼むもん。やだ。カシオレなんか頼んだことないわ。私もない。私カシオレばっか頼んでた。すみません。すみません。待って、こういうパターンもあるんですね今日。あ、じゃあもうりなちゃんカシオレの。カシオレ飲んだ。本当はお酒が飲めるのにカクテルばっか頼んでるのが嫌だってこと。そう、りなちゃんさ、お酒あんま飲めないじゃん。だからさ、わかるし、なんかやたら相手と同じもの頼んじゃうとか。あ、じゃあ私もそれにしようかなみたいな。いや、好きなもん頼めよみたいな。でもやっぱ、そういうのって男性側からしたらなんか気が合うとか。何々さんが何々なら、私も何々にしようかな。字がどこ行ったってなる。でも食事会編としてはこんな感じですかね。最近さ、夏だからさ、純度の露出が増えてきてるじゃん。もうやたらとさ、露出が多い人ちょっと苦手、私。確かにそうじゃなくてあざといとかそういうのじゃないんだけど、ここの紐とかがさ狭まってくるじゃん。で、なんかちょっと裏紐がちょっと見えてる人とか、本当にわざと見せてるタイプの人もいるよね。でもわざと見せんの綺麗に着てほしい。多分あれは男の人から見ても別に何も思わないと思うし、何も思わないですよね。思わないですよね。やっぱり綺麗に着るのがいい。まあでもその服を着てたらさ、もうパッと見でさ、あ、この子はこういう系の性格なんでこういう系の服が好きなんだねって思うんですけど、めっちゃ偏見に言うよ、なんかスナイデルとマーキュリーデュオを着てる女がちょっと怖い。両方とも服、それ大好きなブランド、私。あ、これスナイデルなんだけど今日。ワンピースとかでしょ。めっちゃわかる。わかる。黒とかならいい。なるほど。なんか白で、ね、分かった。肩がちょっとこうやって開いてる。なんか薄い水色の。なんか裏がありそうと思うんですよね。薄い水色のマーキュリーデュオの可愛いオフショルのフリフリのやつも。なんかある？服装に関してやっぱさっきも言ったけど、夏だからさ、短めのスカートとか履いてくる時期じゃん。学生とかがめちゃめちゃロールアップして超短くしてこうやって押さえて上がってるのちょっと苦手かも。押さえるんだったらこれ伸ばそうって思っちゃう。それはない。まあでもやってたやってたやってたねやってたね。これはやってた。何誰やってるの多いね。何その言い方は？何今の2人多いね。なんかそういうの当てはまるのなんかまだ嫌なもん。私はないよ。こういうのも嫌われると思う。確かに一番。あとね、自分も多分当てはまると思うんだけど、なんか犬とか猫とかを見て「かわいい!」って書いてあるんだ。カップルでこうペットシャンプーに行って「え、かわいい!」かわいい。男の方に、彼氏の方に「かわいい!」みたいな。お前が一番かわいいよっていうやりとりが行われるやつですね。頑張ってるの、本当に頑張ってブランドばっか身につけて、だからお金持ちが行きそうな場所とかに行ってインスタの写真ひたすら撮って投稿してる。あ、めっちゃ無理。インスタでのストーリーで毎日のようにコース料理食べてる。あとアフタヌーンティーめっちゃ行ってるやつだね。の人嫌じゃない？なんでやたらと毎日なんかコース料理食べてるかな。ほんまに全部食べてんのやろなって思うね。てかそれをなんか全部フルコース見せてこなくていいって思うし、でも可愛いんだよな結局そういう人がね。そういう人が綺麗だったりして結局なんか自分にまあでもみんな頑張ってるんですね、そういうのって。まあそうだよ、頑張って生きてるんだから、ね。なんかすみませんでした。いや本当に世の中の女性の皆さん責任すみませんでした。申し訳ありませんでした。たまには吐き出してもいいかなと思って、共感してくれる方がいるかもしれないので、もし共感するよって方はね、コメントしてください。コメントください。私と分かち合いましょう。参考になったよっていう男性の方は参考になりましたって書いてください。高評価もね、高評価も押してください。皆さん、去年の5月30日が何の日だったか皆さん覚えていますか？ワンマンライブがあるはずで、すごく私たちも悔しかったんですよ、ちゃんとワンマンライブっていうのをやったことがなかったので、せっかくできるってなってやったってなってたのに、本当に悔しい思いをしました、なんですが9月の19日にやります！ I wanna be with you。自身もそのコロナの期間で結構各自いろいろ3人のメロメロのこととかを考える時間が多分それぞれ増えて、それぞれがメロメロに対する思いっていうのが強くなってるので、こういう歌、私たちが歌って踊ってる姿を見るの久々なんじゃない？なんかすごいさ言われるもんね、 SNS のさコメントとかでもさ、早くライブが見たいですとかすごい言われてたから。